プル真ん中分け番です。リキッド使ってます。私が使ってるのはケイト。でバーンって書くんじゃなくて、なるべくあのスーパー馴染んでる線に見えるように、あんま線を書いてます感を出さないようにするのが好きです。塗装はその日の目の調子とメイクの気分によるかな。まつげつけました。知り合いの家にいます。あ、めっちゃ生活感あふれてるけど、あの後ろ側もこんな感じかな。いつも自分でメイクなんですけど、でもやっぱこっちの人のメイクアップアーティストにやってもらった顔と日本でのメイクとの顔で全く多分変わると思うから、日本だとちょっと可愛いが入るのかな。がっつりっていう感じでもないからね、みんなやっぱ可愛いが主流っていうかメインだから。海外だとやっぱすごいアイラインがっつり入れて決めるみたいな、ちょっと色っぽさとかそういうどこをハイライトしたいかにもよるんですよね、多分ね、その人の、まあ、日本だったらこれがっつりメイクに見えるかもしれないけど、もしかしたら今日のレッドカーペットの中では薄い方かもしれないどうでしょう、楽しみに。出来上がりかな。どっちがいいかな。普通にこれかこれとスタッズか迷ってます。これありなしどっちかな迷う。そうです、私がクリステル系です。お届けした様子はロサンゼルスファッションアワードに行った時の映像でした。やばいね、すごいね。場所はビバリーヒルズホテル、すごく歴史のあるとてもハリウッドなホテル、豪華なホテルなんですけど、このアワードはハリウッドで活躍している女優さんたち、前に出る人のメイクアップとかヘアとかスタイリストさんたちを称えるアワードセレモニーだったんですね。そこに呼んでいただいたんですけど、とてもメンズがすごくてちょっとわーみたいな感じだったんですけど、初っ端からキム・カーダシアン出てきたり、ヘアスタイリスト・オブ・ザ・イヤーの受賞者を紹介するときに彼女のヘアをずっとやってる人が受賞したんですけど、その紹介だったり、グエネス・パルトローさん、ハリウッド女優の、あとすごく人気なあのホワイト・ロータスっていうネットフリックスでやってるかな、ドラマに出てるすごい活躍してる女優さんとか、キアヌ・リーブスさんとかも出てきたり
そうですね、マット・ボマーも出てきたり、最後にはマイリー・サイラスも出てくるっていう、彼女をずっとスタイリングしてる人がアワードを受賞してたんですけど、何ここ、え、ここはどこ、私は誰みたいな状態で、でもすごく楽しくてめちゃくちゃエクスクルーシブだからこそなのかな、ゆるい感じもあってすごいリラックスしたイベントだったんですよね。フォトコールとかもあって、レッドカーペット歩いて写真撮られるんだけども、来年でデビュー25周年なのに未だになれないっていう、どうしたらいいか分かんなくなるんだよねこっちがいいのかこっちがいいのか、個人的にはこっちの方が好きなんですけど、そうみんなね結構あるんだよね、あのベストサイドグッドサイドっていうあると思うんですけど、そう、それでね、向こうだとね、写真撮られるところに立つ前に名前を書いてくれて、こうやって出すんですよね、そのカメラマンさんたちが名前を分かるようにちゃんと、クリストクリストクリストって引きずりそうになっちゃう、みたいな他の人見るとめっちゃやっぱみんなすごい慣れてるんですよ。私もね、見つけないとね、そういう時の顔を。そんな中ですごい面白かったのが、クリストクリストってすごい写真たくさん撮ってくれるんですけど、私が終わった後に、まあ、ちょっとしたらすごいパシャパシャパシャ、誰誰誰誰誰誰誰っていう、分かりやすみたいなね、こうならなきゃなって思いましたそんな中、そうセレモニーが始まる前に結構外でカクテルタイムがあって、みんなすごいやっぱファッションアワードなので、すごいファッションをした方がいっぱいいるんですね。一番印象に残ってるのが最高最強プロデューサー、レジェンドですよ、ベビーフェイスさんも来てて、一緒にいさせてもらってずっと喋ったり、何杯か一緒に飲んだりしてたんですけど、彼もビルボードとかたくさん日本に来てライブやってるので、日本好きで今度なんかバケーションで行きたいなとかいろいろ話してたんですけど、すんごいびっくりしたのが、肌もツヤツヤでデビュー当時から変わんないんですね。彼はあのサングラススタイルなんですけど、ずっと肌めっちゃ綺麗で、後でググったんですけど64歳、すごい、なんか64歳で未だに、ね、現役プロデューサーだし、シンガーソングライターで、自分もツアーしてるし、どこ行ってもラジオでもね、彼のプロデュースした曲たくさん流れてるし、そんな人と一緒に会話をしてたっていうのがちょっと夢のようでしたね。それが一番あのハイライトでした、私の。たくさんこういうイベントとか交流の場に行くと思うので、そういうジャーニーをちょっとできる限り取っときたいなと思います。そしてみんなと一緒にね、このジャーニーを歩んでいきたいなと思うので、楽しみにしててね。というわけで、ドローンインロサンゼルス行きたいと思いますし、一人だとなんか変な感じだな。ドローン